はいどうも、ギターブライトハイのフラの松本です。たくさん入荷があるときはですね、だいたい疲れております。はい、ファンドギターズ2本目でございますね。ご存知の方も多いかもしれませんが、こちらのグレーのギグバックは、セミアコモデル用のギグバックになりますね。はい、それでは開けていきたいと思います。はい、それではいきますよ。オープンこれが GF です。はい、いやはい。はい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 。いやいいですな。このクラック。この色。ファノギターズアルトデファクト、GF6 フェイデッドチェリーでございますね。もう何度もね、勝手に僕は言っておりますけど、川谷エノンさんスペックの一本でございます。と言いたいところなんですが、これ多分、これボディコリーナっすね。これボディホワイトリンバだと思います。川谷さんの答えはですね、ボディがマホガニーなんですけれども、こちらは、ちょっと木肌を見る感じ、ホワイトリンバですね。なので、おそらくマホガニーよりも少し硬質なサウンドになると思います。はい。で、今回のお品物はですね、あんまりエイジドが入っておりません。エキストラライトというですね、エイジド具合になっております。いい色じゃないですか。いや、私以外私じゃない感じがしちゃいますね。スペックを見ていきましょう。はい、ファノギターズアルトデファクト GF6 フェイデッドチェリーでございます。ビルダーはグラハムダーリングで、ボディウッドはホワイトリンバーでございますね。ホワイトリンバーはマホガニーに非常に同感の構成がよく似ておりまして、なんて言ったらいいでしょうね。ぶっちゃけ色塗っちゃうともうわかんないんですけど、弾いてみますと、マホガニーよりも少し元の重心が高く、輪郭が硬いような、そんなサウンドになっております。ネックウッドはメープルで、シバンはローズウッドになっております。スケールは 25.5 インチ、フェンダースケールで、シバンラディアスは 7.25 から 9.5、ファノの中では丸みの強い、コンパウンドラディアスになっておりますね。非常に弾きやすいです。ディストレスはネック、ボディともにエキストラライト。これは完全にクラックのみ、打痕はないですよというような、そんなエイジドになっております。ボディカラーはフェイデッドチェリーで、ヘッドは、はい、大きい方だけ黒にしておりますね。もうこれも川谷さんリスペクトでございます。ピックアップは P90 が2発で、今回はファノのオリジナル P90 を搭載しております。川谷さんの答えはローラーなんですけれども、ローラーが今バチバチ高いっていうところもありまして、ちょっと今回は載せませんでした。一応ですね、実は日本国内での正規代理店の、輸入業務が終了しまして、うち1個ぐらい在庫まだあるんですけど、なんかね、今後はアメリカから買わなきゃいけなくなっちゃうみたいなんで、お探しの方はお早めに。あ、ちなみにオーダーはずっとできます。はい、でピックガードはこちらですね。これもエノンさんと一緒、5プライのブラックガード搭載しております。いや、全体を通してですね、いや今回非常にいい色に仕上がったと思います。ファンの方にはたまらないんじゃないかな、どうかな、そんな一本に仕上がってると思います。いかがですか。いいこれぞ、いいですね。はいはい、
いい色です。はい。いいですね。この中から覗くとね、ちょっとまほがにより白っぽい木肌が見えてるかと思います。いやー、いいですね。この私以外は私じゃないスペックじゃなくて、川谷絵音さん風の GF6 はですね、フェイデッドチェリーというカラーリングなんですけれども、フェイデッドチェリーが実はですね、まあ、この、まあ、フェイドしたチェリーカラーなんですが、非常に淡いカラーでございまして、ボディの木材の色に非常に左右されるんですね。はい。オレンジっぽい時もあれば、ピンクっぽい時もあれば、赤っぽい時もあるというですね。結構そういったカラーでございまして、なんとかならんかなと考えあぐねた結果、あ、そうだ、ホワイトリンバにすればいいんだっていう考えに至りまして、オーダーした答えなんですけれども、狙い通りじゃないでしょうか。いい感じです。いい感じですね。いい感じですね。はい。フェイデッドチェリーの GF が店頭に並ぶのは久しぶりですかね。大体予約で売れちゃうので、はい。お探しだった方やファンの方は、ぜひ今回、ご検討いただければなと思います。本日から店頭展示開始いたします。気になる方は、ぜひ、お問い合わせをお待ちしております。よろしくお願いいたします。